奴らはすでにゴーマに。ここに隠れろ、ベルベット。俺はセリカを助けに行く。これを持っていれば大丈夫だ。セリカが魔法をかけてくれた生きる勇気をくれるリンゴだ。本当？本当さ。俺が嘘をついたことがあるか？セリカを助けたら迎えに来る。いいか、怖くてもくじけるな。何があっても諦めるんじゃないぞ。絶対諦めないよ。私はラフィーのお姉ちゃんで兄さんの弟子だもん。あの日から世界は変わった。魔物に疲れた人々、人間を食い殺す地獄に、絶望に凍りついた私の心が感じるのは、血まみれの肉の味とあの男への憎悪だけだ。起きて、ラフィー。朝だよ。おはよう。もう、ラフィーって呼ぶのやめてってば。子供っぽい。いきなり文句とは。調子いいかな？ちょっと熱があるわね。今日はおとなしく寝てなさい。ちょうど新しい薬が届く日だし。僕、岬に行くつもりだったのに。ダメ。今日は我慢。本くらい読んでも。ベルベットを困らせるな、ライフセット。そんなつもり。アーサー兄さん、もう巻き割りを？ああ、一冬分やっておいたよ。だが、出かける用ができてしまってな。薬の代金は少し待ってもらってくれ。なら私が稼いでくるよ。ウリボアを何匹か狩れば薬と交換できるでしょ。お前一人でか？
アーサーの先訓その1、作戦は堅実に、対応は柔軟に。わかった。弟子の腕を信じるとするか。すまんが頼む。ごめんね、お姉ちゃん。ごめんもすまんもなし。家族なんだから当然でしょ。では行ってくる。お粥を作ってあるから食べてね。夕方前に戻るから。わかった、気をつけてね、お姉ちゃん。ウリボアの狩り場といえば、村の外の沈めの森よね。ラフィーの薬のため、気合い入れないと。7年前の開門の日以来、世の中はすっかりおかしくなっちまった。寒冷化に飢饉、何より人間が化け物になっちまうゴーマ病の流行だ。まさか人が例えでも何でもない本物の怪物に変わるなんて。ゴーマ病、原因も治療法もわからないのよね。ああ、ただはっきりしてるのは、化け物ゴーマになった奴らは異常な力で暴れ出して人間を襲うってことだ。まるで地獄の門が開いてこの世とつながったみたい。開門の人はよく言ったものよね。そういや、セリカが亡くなったのも開門の日だったな。お前の姉さんはこんな世界で苦しまずに済んでよかったのかもしれんぞ。セリカ姉さんが死んでよかったっていうの？そんなはずないでしょ。例え話だよ、すまん。バカだね、この人は。ごめんよ、ベルベット。ねえベルベット、ライフィセット元気になった？ううん、まだちょっとかな。残念。良くなったらまたクワガタを探しに行こうって言っておいて。ええ、よろしくね。ライフセットの病気だいぶ長いわね。相変わらず周期的に熱が出るの。薬を飲むと少し良くなるんだけど。大変ね。何か手伝えることがあったら言って。ありがとう、けど大丈夫。力仕事はアーサー兄さんがやってくれるし、それに兄さんが来るまでセリカ姉さんは一人で私とラフィーを育ててくれたんだから、私も頑張らなきゃ。やっぱり姉妹ね。そういう前向きなところセリカにそっくりよ。本当？そうなら嬉しいな。森に行く前にいろいろ買い足しておいた方がいいかな。お金に余裕はないけど、勝敗は戦う前の準備で決まるって兄さんも言ってたし。
村のすぐ近くで数十匹のゴーマの群れを見たんだ。襲われたらひとたまりもない。逃げた方がいいと思うんだが。逃げるってどこへ。ミッドガンド中がゴーマで溢れてるんだぞ。心配いらないわよ。アバルにはアーサー兄さんがいるんだから。アーサー、精霊を操る大魔師だったって言うけどさ。大魔師ならゴーマを倒せる。近頃そんなおとぎ話をネタに金を騙し取る輩が多いらしいな。ちょっとアーサー兄さんは。本物の大魔師ならなぜゴーマに襲われたセリカを守らなかった。それは私とラフィーが。所詮アーサーは村に流れ着いたよそ者だ。昔何をやってたか知れたもんじゃない。それを言うなら私たちだって親の代に越してきた新参だし。とにかくゴーマの対策を立てないと。ああ、村は俺たちで守らなきゃならん。それが現実だ。大魔師だの精霊なんて夢は眠った後で見るさ。アーサー兄さん、最近夕飯にあれを食べたいってリクエストしないな。いろいろ物騒で村の仕事にも駆り出されてるし疲れてるのかな。よし、今晩はセリカ姉さん直伝のウリボアの肉たっぷりなのにさっぱりシチューにしよう。栄養満点のお肉を食べれば疲れも熱も吹っ飛ぶわよね。